お風呂で湯船に浸かったとき、若い女子でもおっさんみたいなうめき声を上げてしまうものなのですか？実際にお風呂に入ったという設定で実演してみてください。シャワー派だから、あんまり湯船に使うことないんですけど、寒い季節になったらまあたまに浸かりますね。で、実際に入った設定こう。出さないかも。私出さないかもしれないです。もうなんかため息みたいな息が漏れるかも。出てもそんなにうめき声ほどじゃないかも。あ、でも、暑かったりしたら、くらいは出るかもしれないですね。友達と温泉とか行った時は、みたいな、ちょっと可愛い感じの出してみたりは、可愛いのかもわかんないもの。髪伸びるような声は出すかも。まあ、演技として。まあね、気持ちをね、高めるための演技とか演出ってね、大事じゃないですか。お風呂だけじゃなくても。リアルにはそんなに出さないけど、テンション上げたいときは出すかも。規制が厳しくなったと言われている YouTube でも、ギリギリセーフと思われる温度マットって、は何ですか？3つほど候補を選んで、その中で1番を決めてください。なんだろうな。擬音的な。なんだろうな。トロトロとかトロトロ食感のスイーツとか。あるけど、なんかちょっと、いやらしい。エッチな感じ。あとはなんだろうな。ふにふにとか。これもなんかプニプニとかも、だけどなんかふにふにの方が、肉感のある、しっとりした肌触りのっていうイメージがあるかも。なんか女体を連想する感じするな。ふにふにかわいいな、ふにふに。なんか擬音ってかわいいですね、全体的に。響きが。あとは、なんだろう、くちゅくちゅとかくちゅくちゅ。ぐちゅぐちゅ。楽天ついててもなんか、よりって感じだけど、楽天ついてない方が可愛い、響き的に。可愛いってなんだろう。でもなんかちょっとね、やっぱり、濡れた、いやらしい、そういうの連想する、気温かな。一番だったらなんだろうな。やっぱり、トロトロかな。トロトロがなんかちょっと甘い感じもする。いいですね。はい。というわけで、自主部屋でした。モカとお友達になってくださる方、チャンネル登録をしてくださると嬉しいです。あと、質問もお待ちしていますね。